こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルチでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は世界の終わりのハビットです。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラームせてよろしくお願いします。簡単な説明です。名前は世界の終わり、活動は2007年からしました。レーブルはボージンミュージックと事務所は東京ファンタジーです。世界の終わりは日本の男女混合4人組のバンドでございます。バンドの名前の意味はいろんな辛い経験のせいで絶望して自分の世界が終わったと思った時、残されていたのが音楽と今の仲間だけだったので、世界の終わりからポジティブな意味が込められています。この曲はホリック XXX ホリックという映画の主題歌でございます。自分で自分を分類するなよをテーマにして書き下ろした楽曲でございます。この曲は歌詞がめっちゃ大事だと思いますので、今日は歌詞に集中しながらご覧ください。では行きます。ちょっと飲みすぎました。너무어려워요메이저데뷔하면서부터그팀이름을그알파벳으로바꿨다고하더라고요. 일본어가그런표현법이많은것같아요. 알파벳으로할지칸지로할지히라가나로할지. 제가처음듣고생각했던게마이너조에다가빠르니까약간테트리스같은느낌. 테트리스도음악같은거아그테트리스도있겠다뭔가그규격에맞춰야된다라는그느낌이그런것도지금표현이될수있겠다그래서다양한직업이나오는선생님뭐스포츠맨의사광대이렇게나오는것도재밌는것같아그전체배경에이렇게선생님이있는게뭔가선생님이가르치는게아니라너희들의진짜목표는지분이알아서결정을해야된다라는어떤주제를지킨것같아요비판적인직설적인가사를써서나여기이거는조금약간세뇌시키는느낌 현대교육이아이들을세뇌시키고있다이런느낌도들죠되게심각하게춤추잖아그부분에서좀세뇌같은춤을너무잘추는거같아요춤도잘보면은동물을형성한춤이되게많아그래서여기서동물치라고원래우리도동물이다근데진짜평범하지는않으시더라고녹음할때도끝까지안들어간대무조건다끝나고나면자기가딱들어가서그때느낌그대로그냥한번쭉그냥그렇게들어간대절대악기녹음할때절대참여안해감각적이구나춤되게잘춰이게깔끔한믹스는아니거든요일부러약간조금떨어뜨려놨어요문제같은거를그게되게매력적인것같아요노파이라고그러는데그기법을이건원숭이같아춤도잘보면은동물을형성한춤이되게많아그리고되게가사가숨차게계속들어가는데몰두가있는것같아요이게집중을계속시키는것같아요눈을못떼게만드는사실일본어정확하게안들리는데그리듬감때문에뭔가몸이움직여이미한국에서는이런거막싱잉랩이라고하는데일본에서뭐라고할까일본은 J-POP 자체가이런것들이많지많죠그언어의차이인데그나라의음악은그나라의언어를담거든요일본어는이제언어자체프레이즈가기니까한국어보다조금더간략하지못하게되는거죠더길게프레이즈하나하나가멜로디가되게심각한내용인데되게재밌게표현한것같아요맞아심각했는데춤까지심각했으면오히려재미없어질수도있을것같아
되게 무겁게 봤을 것 같아요. 여기도 되게 신나 보이죠. 어. 아 교육도 이렇게 즐겁게 하면은 되게 좋은 교육이 될 수 있다는 거를 음악으로 또 한번 보여주는 느낌. 보니까 저 보컬이라는 사람 진짜 된다 안 된다 이런 한정이 없는 사람이에요. 무조건 된다라고 생각하는 것 같은 그런 긍정적인 사람이라고 해야 되나? 그런 마인드니까 이렇게 모든 사람들이 평등하다라는 가사를 썼겠죠. 근데 옛날에 그 병 때문에 한번 세카의 5할이까지 갔다 온 사람이잖아. ADHD라는 맞아. 병 때문에. 그러니까 이 모든 게 다 긍정적으로 보이는 것 같아. 진짜 그렇죠. 뒤에 댄서들한테 안 밀리는 것 같아. 아니 직접 안무를 짰다는 생각이 들더라고. 가사에 맞게 정말 잘 짰어. 마지막 인사까지. 아 그리고 이게 너무 킹 받는다고 하잖아. 얼굴 절대 안 보여주고 막 놀리는 느낌. 그러니까 세상을 향해서 비판 다 해놓고 마지막에 놀리는 느낌. 이게 너무 재밌더라고. 천재야 천재 진짜. 와. どうでしたか？なんか自分はスペックが低いなんですよとなんか歌詞があるんですけど、それが自分が ADH となんか前に知ったことの意味がなんか入っているかななんか思ったんですけど、そんな人がなんか今は世界で有名ななんかバンドたちになったんじゃないんですか。そしてやっぱ音楽の自分が今まで生きてた生活とか性格が全部なんか入ってものなので本当にかっこよくと思いました。最後にあの深瀬さんがこうやって後ろ姿だけ映ってるところだったんですけど、そこの隣にあの参加したスタッフのクレジットがさーっと上がるのが、あこれを見せるためでもあるなっていうことが少し上がってて、どんどんこういう経験が増えるといいなと思いました。やっぱり世界の終わりまで行って戻った人の考えがちゃんと書いているかなと思いました。皆さんは世界の終わりまで行かないようにいろいろ教えてくれる感じで、結構いろんなことを考えてみようと思いました。なんか世界の終わりの曲を聴いてみたら本当にジャンルの幅が広くて、まあ、歌詞的に感性的に自分たちがイメージしたものをそのまま音楽にするのが本当にうまいなと思いました。経験がそんなに大事なことだなと思う時間でした。本当に真剣な社会を向かってやってる批判をちょっと愉快に表現したのが素晴らしかったと思いました。たくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。